Gaming. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur la chaîne. Pensez à mettre un like et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Si vous avez aimé, laissez vos commentaires. Sur ce, je vous souhaite une bonne vidéo. ダメだ、見つからない。リョービとリョーナはどこへ行ったというのだ。こっちもダメだったよ。どこを探しても見当たらない。修行中に黙っていなくなるとは普通では考えられないな。まさか悪い人に誘拐されちゃったとか。 ダメだ紫、そう簡単に引きこもり生活には戻らせないぞ。でも重要なレイド戦は今日までだし、仲間が私の帰りを待ってるから。ゲームの中の仲間より現実の仲間を心配しろ。 分かった。そうだね、お姉ちゃん。私もう少し頑張ってみる。偉いぞ紫、それでこそ僕の妹だ。ではもう少し探してみるか。何事もなければいいんだが。やったく。 これで実は遊んでましたなんてオチだったら絶対に許さないからな。イム、お姉ちゃん、なんで二人とも引きつった顔してるのさ。お前おでこが広がってるのか。 みやび、何を言ってるんだよ。うん、広がってるんじゃない。すごく光ってるの。ピカピカと。おでこが光ってるって。そんなバカなことがあるか。いや、間違いなく光っている。ピカピカと。 大丈夫だよ、お姉ちゃん。おでこが光ってても、お姉ちゃんは私の大切なお姉ちゃん。ああ、私も同じだ。おでこが光っていても、イムはいつまでも大切な仲間だ。だから光ってるわけ。あ？ なんか僕の頭の上で光ってるぞ。本当だ、その光が反射してお姉ちゃんのおでこが光ってたんだね。ほら見たことか。だいたいおでこがピカピカ光るわけないだろ。待て、イム、おでこの話をしてる場合じゃないぞ。光が大きくなってきた。 僕たちは大丈夫だよ。それよりもここは夏の砂浜。どういうことだ。海は太陽は苦手。暗く締め切った部屋に帰りたい。イム、紫、さっきだ。え？
本当だ、誰かがこっちに来る。くっくっ、とても嫌な匂い。状況がまだ飲み込めないが、殺気を持った相手にはそれなりの対応をしなくてはな。了解だよミアリン、久しぶりに人暴れていこうか。No!
手応えのない連中だったな。 ミヤビ、こいつらってこの間のスパリゾートで襲ってきたやつらと同じだよね。ああ、そうだな。見たことのない忍びだが、よっぽど私たちに用があるらしいな。まさか、両尾と両なの？可能性はあるな。 リョーナの匂いか。 2人もここに来ているんだな。 うん、この匂い間違いないと思う。 紫、案内を頼む。 急ぐぞ。 あれ、 リョービさんとリョーナさんとそっくりの匂いがもう一つ。